はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん僕勘違いしました、すいませんでした。国がしてくれるマスクの配布についてですね、僕は国民1人に対してマスク2枚やと思ったんですけども、一住所に2マスクやったみたいですね。勘違いでした、すいませんでした。でもね、っていうか足らんやん、そんなんやったら絶対にねえ。一人暮らしの住所は足りるけど、3人以上で暮らしてるうちみたいなね、住所やったら絶対足りないですよね。やっぱ自作マスクなどにね、なってくるんでしょうかね。こう各企業、各ファッションメーカーもね、洗って使い回せる布マスクの販売をね、発表しだしましたね。ミキハウスのマスクはね、赤ちゃんの肌に使われる生地で子供用のマスクを販売するとね、発表しましたね。あれはすごいですよね。赤ちゃんの肌にね、使って売ってる生地やからね、めっちゃなんか優しそうですよね。もうぜひ大人用のね、マスクも作ってほしいもんです。でも僕はやっぱりスポーツメーカーが作ってほしいと思ってるんですよ。と思ってたらね、ウェットスーツの素材で作ったマスクもね、開発されたみたいですね。水泳業界がね、先陣を切りましたね。水着素材の山本化学工業ね、大阪市にあるんですけども、そこはね、4月1日にウェットスーツの素材を使ったマスクを発売するとね、各メディアがね、報じてましたけどもね、もう販売されてますね、4月1日なんでね。こうガーゼやキッチンペーパーなどをね、マスクの方のマスクとの間にこう挟むことでね、こうウイルスの侵入の可能性をね、さらに低くできるというね、やつなんですよ。こう手洗いでね、再利用できて1年ほど使えるんで、価格は1万円ぐらいからですかね。注文はそのホームページから受けてるみたいなんですけども、このウエットスーツのね、素材やからやっぱりしっかりしてそうなので、お値段もね、しっかりしてますね、1万円やったらね。っていうかミキハウスやね、山本化学工業予算のマスクはね、買い占めはできないでしょうね。そう、買い占めといえばこんなニュースがありましたよね。新型コロナウイルスの感染拡大でマスクが買い占められ、品薄が続く状況を防ごうと、政府が3月10日国民生活安定緊急措置法の政令を改正し、マスクの転売を禁ずることを閣議決定した。取得価格を超える価格での譲渡に罰則を科す。3月15日から施行する。もう施行されてるんですよね。こうネット上ではね、販売価格はそのままですけどね、送料がすごく高く設定されてますよね。あの手この手を使ってなんとか転売ヤーは儲けようとしておりますがね、そんな人らはね、すぐ罰せられてしまうからね、ほんまにやめといた方がいいですよ。と言ってもね、僕の動画を見てくれてる人にはね、そんなことする人はいてませんので、まあ、こんな言葉もね、届くはずがありませんけども、もし違反したらですよ、1年以下の懲役か、その100万円以下の罰金でしょう。こんなアホみたいなお話あります？やったらこうなりますって言われてるのにね、やるやつおらんでしょう。でも主力価格と同価格での転売は禁じないという逃げ道があるので、送料としてね、高額をつけてるんでしょうね。送料もね、運送会社が定める金額しかね、かからないようなね、法律を作ったらいいのにね。まあ、って言ってもね、またその事務手数料がかかります的なことをね、次から次へと考えつくんでしょうね。ほんまにいたちごっこですね。そんなんするんやったらもう周りのマスク持ってへん人にね、普通の値段で売ったったらええのにね。まあまあ、まだね、捕まったっていうニュースが流れてないからええんですけども、まあ、今はね、マスク言われてますけども、どんな病気であれやっぱりね、手洗いうがいをして清潔を保つように心がければね、こう未然に防ぐことができる第一歩と言われてますのでね、しっかり心がけましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。